はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナントロッテ編やっていきましょう。ナイト変わらずです。今日中日戦ですね。今順位が3位なんですけども、なんかおそらくね、俺が監督プレイやってない時全敗してんじゃねえかなってぐらいねしてるね、この感じしてるね、してるね、してますねいやー頼むわマジで。よし、まあ勝っていきましょう。頑張ります。オーダー、今日枠井さんいきますか。ちょっと枠井さん出番多い気がするけどね気がするはするんですけども、まあ順番的に枠井さんいきます。どうしましょうか。今日はこれでいこうかな。大峰選手が、野峰翔太選手がね、ちょっとね打率があんまり良くはないんですが、どうしましょうか。もう一回9番で行ってみようか。すげえ打ってくれた時9番だったよね確かね。これで行きます。ユニフォーム、どうしようかな。これでいくかな。あ、これかっこいいけどね。これでいきます。よし、頑張りましょう。いやー聞いてくれ、とてつもないミスを犯してしまったんだとてつもないミスを犯してしまったんだ。あのね、そもそも俺がなんで今これをね取りだめで撮ってるかっていうと、まあ体の調子的にね、ちょっとねいつ病院に行くかもわからないしということで取りだめを始めたわけじゃん。対するドラゴンズの先発は右の、病院行く予定は予定だったっちゃ予定だったんだけど、ミスったタイミングをね、歩けなくなった歩けんくなったぜおい、ひどいひどいもん、プレイボー、ひどいもの今体が動けんよ、ミスったわ本当に。なぜ俺はもうちょっと早く病院に行かなかったのかなと、もう後悔ですよ後悔。なんとかする、なんとか行くけどもね、もうどうしようもなくなっちゃったから体が。とりあえず明日電話して病院行ってって感じになるとは思うんですけどもね。まあまあしんどいですまあしんどいですね。投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、ビシエド下がっていった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番すんだかし、第4球を投げました、打ちました、ショート右横のゴロ、勝ちたいですね。アウト、これで2アウト、ランナーありません。とりあえず日程スキップだとまあ勝てないから俺が監督プレーでやってる時は最低でも勝ちましょう。平田さんは EC なんですね、ミート E のパワー C。平田ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。低め、第3球を投げました、打ちました、打球は三遊間へ、無理か、アウト、マリン先制のピンチを迎えます。バッターは6番福田、投げました、打った三遊間の打球、福田選手キャッチャーか、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。俺の好きな井織くんはいるのかな。空振り三振、ジップ2回の裏、これからちょっと井織くんチェックだけしていいですか。あ、いた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 、第6球を投げた、スローカーブ、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。さあ5球目、外れて、いいよいいよいいよ、鈴木通算100ギダまであと9としています。ストライク、見逃し三振、バッターは DH のバラです。第3球を投げた、よっしゃ、あダメかな、取られるね、掴んでこれで3アウトになります。
2回が勝利、3回の表これからドラゴンズの攻撃に入ります。そういえば今イオンっていう看板をね、こう看板広告か見て思い出したんですけど、ボールは中継、藤井いいバッティングを見せました。皆さんの家の近くにマックスバリューってありますか？藤井走った、投げた、打った、うわあ、うまっ。ショートから一塁送球、今のはさ木下二塁足乗っかってたけどアウトにはならないのかな。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンター、あのマックスバリューのね芋餅がねうまいんだよ。さあ4球目、なんかごめんこの話前もした記憶あるわ前もした記憶あるわ、だからもうしない。攻撃に入ります。先頭バッターは田村、フルスイング、あーフルスイング、第4球をほら投げた、インコースのボール右へ、よし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 、田村ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ひっ、あー引っ張りだ、次が5球目、投げました、外角低め、見逃し三振、送りましょうか、あわよくば岡田選手セーフってパターンあるから。第9、あーっとショーフライになった、いやさだ最低でも送ってはくれるのかなと思ったからね。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。打った、フラフラッと上がった、いやせっかくねノーアウトでランナー出たんだけどね。 QVC バリ、試合はこれから中盤4回に入ります。この回のなんとか涌井さんに勝ち星つけてあげよう。見逃し三振、右バッターボックス4番木田、今日2度目のバッターボックス、投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった。そういえばさ、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番ゲレーロ、現実世界でね交流戦が始まって、ゲレーロ横浜と日ハムの試合見てたんですけども、山崎選手出てきて、まあ、すげえ久々に見たんだけどさ、なんか体一回り大きくなったんじゃねえかなって感じがしたね。先頭バッターは3番角中、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、サード右へのゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ダフィー、今日の第1打席はスイングアウト、待て、第5球投げました、打ちました、オッケー、待てはまるね、待てはまるね、井口選手もさっき待てだったよね。でここでもう一回待てはね多分はまらんからフルスイング。投球これから4球目、三振、左バッターボックスは6番鈴木、なんとか打ってくんないかな、ちょっと期待します。次は4球目、投げました、打ったい当たりだ、ライト方向へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。5回の表これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター守備の名手どの上、もう5回ですか、まずは先頭バッター三振に仕留めました。第3球を投げました、打った、1、2塁間のゴロ、大峰掴んだ、1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者木下、木下君を DH に変化球置くんだね。三振、枠井海、5回の裏これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者バラです。第1打席はライトフライに倒れています。オッケー、痛烈な当たり、ナバッチ、クリーンヒットです。バラです、いいバッティングを見せました。送りましょう。1球目空振りから第2球、ここは振ってきました、ピッチャー正面に転がった、あ、よかった2塁投げられっかなと思った、一発勝負いきます。悪そうだぜ悪そうな顔してんな。打ちました、いい当たり、センター方向に持ってきましたが、センターコート取りました、ランナー三塁へスタート切った、マリーンズなおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がって、岡田今日はここでセーフティーバンドとかしたらすげえかっこいいけどな。今日多分ランナーは走ってくれないような気がするんだな、走ってくれんのかな。さあ第5球投げた、外れた、よし、右バッターボックスは2番清田、今日はショートゴロとショートフライ。さあ集中してこの対戦に挑みます。センター返し、次は5球目、打ったい当たりだ、ボールはライナーで、いやー惜しいな、おい惜しいな、これは
でランナーを。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭は大島、今日はセカンドゴロとセンターフライ。投げた、打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト。ごめん、涌井選手ってさ、負け運動なんて持ってないよね。そんなのないよね、ないよね。ここまで2打席連続三振。おお、関東ミート対応テンポ丸。そっか、涌井選手って俺より年下なのか。投げた、打ちました、サードの左、ダフィーボールを掴んだ、一塁へ送る、オッケー。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスにはビシエド、今日はサードゴロ、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒット。次平田選手でしょう。ビシエド、ナイスバッティングです。第6球をランナースタートを切った、やって、あ、うまい、かっこいい、リプレイない。1回の表が終わって、マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。さあ、ここで何か、いやいやなんだろうな、もう自分でもやっぱいいよ、うん、いいよ。ロッテ編はこれが続くと思ってくれ。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。打ちましょう、打ちましょう。ちょっと1打席でも多くやっておけば、その分ごめん、イヤホン抜けた、ちょっと待ってね。空振り三振、バッター代打の神様井口、今日はフォアボールと三振。ごめんなさいごめんなさいね、イヤホンが抜けました。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ライトへ上がった、ライト交代、取って、これで3アウト、チェンジ。いや、ただこれで一発勝負はこっちの方がレベル高くなったから。先頭バッターはゲレーロ、スプリット、空振り三振、バッターは6番福田。なんとかね、チャンスさえ作ればね、投げました、空振り三振、バッターアウト。そのチャンスを作るのも難しいんだよね。第6球を投げました、見逃しの三振、涌井連続。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは鈴木、今日は三振とライトフライ。投げました、ストライク、見逃し三振、バッターは DH のパラです。なんかやってくれそうな選手、平沢くん。ピンチヒッターは平沢、フルスイングで、よし、はまった、投げた、打った、ボールはライナーでライトへ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番田村、第3球を投げた、打ちました、抜けた、オッケー。田村君いいですね、ずいぶん打ってくれますね今日ね。田村、いいバッティングを見せました。若松降板、バッターは9番大峰、今日は三振とセンターフライ。おー、オッケー、よっしゃ、9番合ってんじゃないの、ちょっと素晴らしいよ、嬉しいね。いいよ、これはいいですよ、ここでセーフティーバントですよ。第9投げた、あっとセーフティーバントだ。ボールを取るピッチャーから一塁送球、よし、記録はヒットになりました、今日初めてのヒットになりました。バッターは2番清田、今日はここまで警戒されちゃった。お、セーブじゃない、よし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 、今シーズン今だ、叩け、ここだ。さあ、試合の行方を左右する場面、出てない、勝負に出ます。投球はこれから3球目、よし、レフトへの当たり、オッケー、レフトからセカンドへ、素晴らしい、徹底する。ここで、ここで叩く。さあ、ここで勝負に出ました。使われちゃったか、いや、まあ使わせたと思えばね。よーし、だから向こうまだ一発勝負使えるんでしょう。それがね、さあ、第6球を投げた、打ちました、三遊間、使ってこないところになんかちょっとしたコスさをコスいね。残ってんでしょ、一発勝負が。
なんかやったっけ。あ、平沢くんか。あ、全然 OK です。石峰選手レフト置きますか。はい、さあここは守備を変えてくる。代打は野本。あ、ちょっと待って。あ、ダフィー選手な、もう一打席見たいかな。細谷選手にしようか迷ったんだけどな。ちなみに、ファーストが43 36。あ、そうか、井上くんの方がって感じなんだ。第5球投げました。打った。1、2塁間へ。大見で。いや、3点あればいけるでしょう。 ID 野球も残ってるし。周平君出てなかったね。内田構成に出ます。投げました。外のボール引っ掛けた。フラフラッと上がった。ピッチャー掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投げました。打ちました。当たり損ねました。本当あれだね、スタミナ S えぐいね。スリーアウトチェンジ。涌井この回きっちりと3人。田島降板。8回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回です。インロー空振り三振。先頭バッター三振に取りました。よし、投げました。打ちました。ショート右へのゴロ。どの上ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番鈴木。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。これは引っ掛けた。ファースト右横のフライになりました。取りました。これで3アウト。マリーンズピンチヒッターは森野。すごいね、代打どんどん来るね。さあここは守備を変えてくるようです。さあここで何を仕掛けてくる。いやー俺絶対喉が痛くなるわこれ。さあ森は5球目投げました。打った。これは打たされてショートフライ。二塁キャンパス手前、取りました。涌井完封勝利まであと2人。完封いきましょう。投げた。打ちました。セカンド後方だ。大峰バックしていった。落下点に入りました。大峰掴みました。涌井完封勝利まであと1人。投げた。逆らわずに右へ。井口取りました。ゲームセット。涌井見事な完封勝利。マリーン見事勝利を収めました。やりましたね。ちょっと点を取るまでは長かったけども、一発勝負の使いどころとかもまあまあ結果論としてね、うまくいったんじゃないかなと。田村くん打ってくれましたね。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたよ、いや安定してるね、涌井選手は。ちょこちょこね、いろいろ指示ははまってたけどね、ヒットにならんことが多かったような印象はあるな。いや大峰選手のこれでかいですよ。ちょっと今のところあれかい、動画の中では9番に置いたときは活躍率 100% かい。ていうかあれなんだね、今思ったけど田村くんだったね。いや、まあ、全然いいんだけど、大峰選手が選ばれてもいいのかなと。涌井さん、大峰選手、田村くんどんぐらいだった ?2 本ぐらいは記憶にあるんだけどさ。あ、ヒット2本の、バントってか、このバントは失敗したやつ。あ、成功してるのかな、成功してるのかな。珍しくこういうとこ見てるわ珍しくこういうとこ見てる気がする。やりました、やったよシャッター当てよ。これノリノリいらねえからスランプ勘弁してほしいな。
だったら、まあちょっともうスランプだったら外すよ。痛いですね。どうしましょうか。どうしましょうか。高浜選手かな。どこできるの。いろいろできるね。高浜選手でちょっとまあ打順とかは考えときます。またちょっとねこれからって時にね痛いですね。痛いですね。まあ考えよっか。明日がヤクルト戦ですね。ちょっとさここまでスキップしてみる。スキップしてみましょうか。結果見ましょうか。結果をロッ、あ勝ってる勝ってる勝ってる。負けてる。はい、ということで明日ヤクルト戦頑張っていきます。そんじゃ、終わります。バイバイ。